皆様こんにちは。私は大分の別宝自動車の福永と申します。本日は軽トラでダイハツのハイジェットという車があるんですが、これの車検が1台入庫しております。当社は車検は1日につき2台までしかお受けしておりません。事故が起こらないように、丁寧に見ていきますと、どうしても整備士が2人いますので1日1台ということで2台までしかお受けしてないんですけども、今日入ったこの軽トラは平成19年の初年度登録で約5万キロぐらい走行しております。法定点検の56項目以上の検査とオイル交換等々で今日4時間ほど時間を費やしておりますが、これからまた細かいところをチェックさせていただいて、事故が起こらないように、予防整備をしていきたいと考えております。カーユーザーの皆様、どうか事故が起こらないように、ご安全にお過ごしください。本日は失礼いたし、これで失礼いたします。